なのめっちゃ邪魔。超邪魔。ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃいよ。めっちゃ揺れてんやん。もう画面よりひどいで多分。すぐにタッチするの天才すぎた。よかった。ミカナちゃんの何がある？夢と希望だよ。ね。アンパンマン大層だった今。川野さんに待ってると伝えてくださいって。はい。でもうちら天の弱やからそう言われちゃうつもり。したくなくなるんだよね。ジェットコースター並みに揺れてる。この並び懐かしい。髪型可愛すぎました。ありがとう。寒い。寒いな。今日は夜公演入りました。一番左の一列目におりました。ありがとうございます。入ってこれてありがとう。レナナの冠はね、あれがもう終わりよ。あれで全てを使い切ったよね。すいませんけども、ほんまにあれが一番、うん、あれを超えるものはないと思うね、うん、あれはマジでよかったよね。よかったよな、うん、何がよかったって言われたらちょっと分からんけど、ツインテール買いすぎてツインテールになりたい。いいよ、どっち右か左選び。なんかマジでインスタバグっとんやけど、なにこれ。3列目にいました。ありがとうございます。おでこ狭すぎてレコくらいの。私マジで平均。今せへんのかな。そう、最初で最後の最高傑作。うん、そうなんだ。そう、なんでそんな気にするの。私しかしてるやんか。そうなの。あ、当たったー。前澤も応援してください。今そこやってるなんか。あったー。あれも終わる。鼻かいよ。鼻かいてるとこめっちゃ映ってんね。ダイエットは明日から。はい。マジな、もう。ああしないとね、ダイエット。見た目がちょっと。うまいうまいうまい。いや今日はいいね、もう。もうしゃあない。今日食べちゃったもん。食べてたもん。食べちゃったもん、もうしょうがないから。でも家帰ってラーメン食べたい。あ、ちょっとリセットします。ちょっとやばいね、ちょっとわかんない自分で。ああわかるやん、なんかあ太ったなみたいな。レイコとナナホを女性席の2列目で見てたよ。2人とも可愛すぎた。チュッ。あさってからにしないかやって。ん、ダイエット明日だろう。卒業早すぎるだって。うん、確かになんか1ヶ月経ってんの。でもさ、なんかそうこの前もショールームしてた時に、うん、なんかナナホの卒業そろそろ来そうだからみたいな、温めてるみたいなのか、うん、いつなんだろうねみたいなとかさ、うん、もう言いたくてたまらなかった。30日ですよって言ったもんね。すぐ言った。言いたくてたまらなかったです。レイコにはすぐ言ったね、うん、このドラさんなんかメンバーにはさ言ったやん。そうだね、うん、ハクレスでガン見してくれるの大好きです。これちょっと安定しないのか、ちょっとこれちょっと安定しない。マスク見えてたよ。もちもちのもち。ナナホもショールも入ってる。ナナホしはそっち行きなさい。まあ、どっちもあれやん、ええ感じや。残念ながら今月の30日なんです、ね、今回はな、いろんなメンバーに言ってた。いろんなメンバーに30日あったかい。どこすいません。30日っていうの言ってたよな、いろんなメンバーに。ゆうりちゃんと同じ日やって。そうやね。ほんまやん。そういえばそうやん。そう、たまたますごくない。なんかさ、ワンちゃん一緒かなと思ってて、なんかその時期的にも、うんうん、ほんまに一緒やった。すごいやん。めっちゃおもろい。おもろくないけどおもろい。く
ふみちゃんのうちは見えてんだよ、もちろんだよ。お話し会はできないんですけど、そうお話し会できひんねん。それがちょっとな、みんな結構あったりするやんか。ちょっとどうにどうかしてるわ。でそれやったら12月でなかった。あ、公園から帰宅途中だよって。冠ライブが26日にあるんですけど、あとよくありがとうございます。れいちゃん、れいちゃん、え、知ってるっけ、うちの冠のセドリ知ってる、何回も見せてもらって。めっちゃ変わってんね。あ、そうなの。あそこがまたちょっと増やしたりとかして、なんかね、絶対今回じゃないとやらねえだろうなみたいな。そうだね。そう、曲があったり、幸せいっぱいの気持ち、ありがとう。そうだから、もう一回劇場に何の本見るのかどうか。そうだよね、その最後の3連最後お話しさせて欲しかったよね。ね、限定のね、あったのにね。ピエンだわ、寒い。ソロ公演3時間ぐらいやってくれてもいいんだよ。長すぎだろ、死んじゃうわよ。書いてるわ。私が今決まってるのは、やだ、くどかれちゃった。決まってるのは、綺麗になった、ありがとう。今度のミックスジュースと黒い天使、懐かしいね。ハート100ありがとう。あ、発表されたわ。発表されたわ。何でしょう。うん、されたよな。うん、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 よしよしよし。うん、うん、あ、うん、されたよな。されたされた、今日された。やんな、そう、22日、え、今度の十何日かのミックスジュースと22日のミンクと乱入、26日のタンムリライブと30日のミンクです。そうです、卒コン、ゆりちゃんの卒コンでやりましたね。寒いよ。なんで残りですね、ほんまにも少ないねんけど、最後の最後までミックスジュースまたぎするっていう。あ、3時間めちゃくちゃ狭い、めちゃくちゃ狭い。19、あ、それレイコに相談したいことはない。何思い出して、それ何、okay. 内容じゃないけど内容分からへんな。柳さんありがとう。どんちゃんありがとうございました。そうよ、あのもう2人を見れるのはあとちょっとだけやから、確かに焼き付けとけ、焼き付けとけ。ねえ、めっちゃ少ない、残り少ないけど、なんかくちゃぱついな。しおりおじさんのやつは出ます。昼公演後ろから3列目のセンターだったけど、すっかりれいちゃんすべてを持っていかれました。しゃっ、寒い。めっちゃ二人くっきりしてる気がする。この前ね、最強トリオ揃ってくれ、最強トリオ揃ってくれだって。誰、あ、ファンの人が、あの、あの人、あの人、あれやんな、あれあれあれ、あれやんな。先輩はあれ、やめてください。そんな、そんな言うのはやめてください。そんな伝えないことないから、そんな伝えないでください。あれあれとか石田さんのことあれとか言ったこと伝えないでください。何なんてなの最近。やめてください、やめてください、やめてください。そんな、そんな、やめてくださいね。そんな、普段からあれって呼んでることはやめてください。全然話しない、よく合ってるよ。でも合ってる、全然合ってないうち。なんか呼び出されたりするな、ふかる、なんかすぐ呼び出せる相手なんやろな、うん、ね、やと思う。なんか友達にドタキャンされたっつって。かわいそうに、かわいそう。ダンサブルはないですね。ポケット掘ってる。ああ。ダンサブルはないんですけど。なんかいいですね。だからこの間のライブが最後ですね。あ、めっちゃ見悲しいつめてる。ああ。レイコしそう。ドンちゃん。何ドンちゃん。SNS はね。タカさんありがとう。それは私ふっかるやね、呼び出されたらふっかるかなって感じ。めっちゃ呼び出されます。今何してんのって。ドタキャンされたのあれかわいそうだね。
ネタでしかないやん。めっちゃやるやん。誰誰どんちゃん。ケンタありがとう。え、めっちゃ、え、めちゃめちゃやっとるやん。ケンタバリフィーバーやん。それ疲れるでしょ。今日公園来てくれたからな。疲れるくないそれ。もう慣れたよ。もう慣れた。石田あれ由美先輩。大喜利始まって思ってるやん。もう早いもんですね。あれも大事にしないで。おもろい。みんなおもろい。最後の最後までよろしくお願いします。いやもうその卒業までにまたね楽しいこともあるかもしれないし。おバロックさんもありがとう。みんなのために踊ります。まあ要はね、心の片隅に思い出してください。ネムミメンバー50音で並べたら阿部若菜さんの次誰やっけ。ああ、あれか。うまいうまい。館長さんです。うまい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 。なんぐらしてないわ。今度しよう。なんぐらしないとミックスジュースの時にします。あ、前澤のラジオ聞いてくれました？そう、めっちゃいろんなメンバーに卒業撤回せえへんって言われます。めっちゃいろんなメンバーに言われる。あ、なんか猿が空中ブランクしてる。またどんちゃん。誰どんちゃん。あ、れいこちゃんとこっちでも来たわ。あ、来た。れいこちゃんとたかさん、ありがとう。ほんまに撤回したし、ね、めっちゃ言われます。そんなもう頭のね、脳の本当の片隅でいいのよ。いや、久しぶりの2回公演ほんま疲れたわ。めっちゃやってるもんな、2回公演、うん、ミンクめっちゃやって。あ、どんちゃん来た。誰どんちゃんや。坂さんありがとう。その公演申し込み、お待ってます。本当にね、見れないわよ。本当にあれ、あれを 見れる時はないわよ。何を。え、そのソロ公演。あ、私に。あ、確かにね。私にした理由はいろいろあるんですけど、うん、そう、ほんまになんかその公演一つで今までジュエティとか着ないの。ジュエティ着るよ。ジュエティ好き。私を詰め込んだ、曲とかだったり、本当に あれはメリージェニーか。でもね、ジュエティも好き。でもジュエティってさ、結構お高いじゃんか。だから特別な時に買うよね。かな。そう、一人でそうやってこの前、その去年やっ、あ、フィーバー来た。誰とんちゃんの方いない状態。伊藤ちゃん、その自分一人で劇場全員埋まるかなって怖い気持ちもあるよね。でも、うん、大丈夫大丈夫。なんかグダンサブルとかでやるときとか、ね、レイコってやったときとか半々じゃないですか。レイちゃんじゃない、ユウちゃんってなんだっけ。だから一人でなったら、まあまあまあ、皆様の心の中に刻まれたことでしょう。ぜひ私のファンの方以外でも最後の最後に見てやってやるぜみたいなの、刻まれたことでしょう。やりたかったけどね。気持ちを持っていただけたら嬉しいです。平日なんですけど、金曜日、まあ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 、金曜日だな。どっちが来た。次誰どっち。平日の最後ということで、たくぽん、ありがとう。福ポン、そんな感じですかね。いやー、でもね、今日は早めに終わったから、なんか確かにめっちゃ早いよな、うん、2回ポンときて早いな。早い。家帰って何しようって感じやけどな。明日休みやし。あ、めちゃくちゃ怖いのことを考えると。びっくりした、失礼しました。
帰れ帰れ帰るのは何や。あ、これ使う。あれめちゃくちゃ怖いな、この考えると。考えるとね、ちょっと今話してめちゃくちゃ怖いなこと考えるとちょっとなんかちょっと空を見空を見上げたくなるよ。そうだね、間違ってないの。間違ってないね。空を見上げたくなるような気持ちになる。ユイナです。ユイナほんまに朝からうるさくて、メイクルームで一生うるさくて、こいつほんまうるさいなって思いながら、あ、でも今日レッドブル差し入れしてくれたから。じゃあもう言われへん、文句。やばいんです、ハト100ありがとう。キャプテンの扱い雑ね。おったっけ。ハト100ありがとう。確かに一番怖い。私3回目なんですよ、かれこれ。優秀優秀。そう、前2回、1回目はユリ劇場だけで、2回目はユリ劇場とホスト企画やったんですけど、私そういうのばっかり。ダルマ100ありがとう。ホストとかでも2回目のホストをやった時はなんか手慣れてるって言われた。そうだね、未来ちゃんも。でもハイテンションの時とハイテンションじゃない時の差が激しいから。皆さんの時にあの1期生さんがいらっしゃってて、ももかさんと話したんですけど、その時にむちゃくちゃの話めっちゃしました。おーいやいやみたいな、1回目よりうまくいきましたみたいな。めっちゃ話しくなさて優しかった。誰どんちゃん。でもなんか NMB の中では可愛くはいたくない。ミッチーさんありがとうございます。なんかちょっと今、いやまあ髪型は心して見てほしいという感じですかね。うわなんかそういうのはやりたくない。あんま可愛い、ちょっと今回はあんまおすすめしないっちゃおすすめしないけど。飲んじゃった飲んじゃったな。あ、飲んじゃった。いやってこと。めっちゃ飲むやんってな。お腹たっぽどうなる。喉乾くよな、こうやんと思って。めっちゃ喉乾く。うわ、先輩がおごってくれるって。じゃあ私ちょっと選んでくるから、あの2画面で。さっき私選んでくるから。あ、うちも決まってる。どうも川野七穂です。ありがとうございます。やったー、ラッキーガールだね。ラッキーガールだ。明日からスーパーダイエッターになります。明日からスーパーダイエッターになりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。七穂は、まあ、待って、一緒の顔としてる。一緒の顔としてる。川上千尋さんにおごっていただいたのがこちら、午後の紅茶芳醇ロイヤルミルクティーです。今夜私がいただくのはお前の魂です。私もやめろよ。やめろよ。そうやってすぐ匂わせるやろ。こんなにのほなすぐ何やったっけ。ああのライブの時の北県の玲子がセンターの時に、そう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 、ありがとうございます。北県で玲子がセンターだったんで、その真後ろにおって、一番後ろやけど、でその時になんか煽りが一緒やったらしくて、ここなんか動きがね、全部フリーの動きが揃ってたって。だからレイコにもう本当に匂わせ良くないよ。匂わせ良くないよって、おこの絵文字いっぱいつけておくだ。どんちゃんどんちゃん、誰どんちゃん。伊藤ちゃんありがとう。ほんますぐに、あ次誰どんちゃん。あレイコちゃんありがとう。匂わせすんなよって言われた。ほんまにやめや、そういうの。でもなんやろ、でもちゃんとさ、なんていうの、結構さ、カップリングトータイみたいな人おるやん、なんか、うんうん、でここってさ、違うよな、うん、みんなちゃんと、なんていうの、まあ、もちろんおるで、レイナナがそういう、なんていうの、カップリングとして見てる人もいるけど、うん、なんか昔からの戦友やなって、ちゃん、なんか見てる人もいる、うん、でもさ、なんかお母さんがさ、その話を今日し、なんか、やっぱ七穂ほどちゃんとこうレイコちゃんのあのずっとライバルで居続けてくれた子っておらんと思うかなみたいな。ママめっちゃママなんかほんま卒業してもこう親友じゃないけどいい関係を築いてほしいみたいな。ママ
っき言われた。マジ、うん、ママありがとう。ママはもう昔から知ってるもんな、うん、なんかうち痩せたとかさ、うん、言ってくれたりするやん。そう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 、ママ優しい。ガリガリやん言ってたもん。でも太ったんですすいません。ライブ終わり前のレオパミックスジュース公演から太りました。1キロぐらい太りました。1キロなんかもう見た目がちっくれてました。そう今日ねちょっと今日ママも誰かでも仲良くなれるからさ、ユイヤと電話で、あ、ママさん、パパさんとか言って話したり、うん、パーサとパパ筋トレ一緒にしたりとか。いやほんまにウィンクで揃ったのはすごいほんま奇跡やと思う。でも最近何かと一緒なの、離れがちにされてたけど。そう、なんかあのこの前のライブのグループ分け、そうグループ分けも ABCD ってやったんですけど、一緒の C チームやって。珍しいよね、誰どんちゃん絶対引き離されるもん。いやそれな、あ、ソルトさんとバルボッサよりアミルン推しさん、ありがとうございます。アミル推しなのになんか地元の友達よりなんなら心を開いてるもん、メンバーの方が。ワンチャンな、なんか一緒にいすぎて、うん、こんな毎日朝から晩まで一緒にいることはないやん。せめて学校の間だけとか。だからなんて言うの、自分をさらけ出せる友達がおらんのよ、あんまり。一人ぐらい、二人、うんうんうん、うわすごいペンライト。いやでもほんまに、お腹のラインめちゃめちゃ綺麗。あ、本当ありがとうございます。でもね、今日衣装着て、あ、やべ、太いと思った。きつかった、ちょっと。あ、無事成仏しました。幸せになってこれ。そう、言ったら上辺なんです。そう、一人だけ小学校から今もずっと仲いい子いる。その子だけかな、久しぶりに変なことするミルクティー飲んだけど、やっぱ美味しいわ。ミルクティーが一番美味しいよな、うん、家族並みに。そうだね、ほんまに一緒に家族よりおるんちゃうって感じ、加入してからは。マジでライブ期間とかやばいな、リハ、うん、家におる時間の方が一日中ずっと。家はただ寝に行く場所みたいな、うん、お風呂と寝てる感じで、まあ、あとずっとおるからって感じかな。友達いないんです。なんか減ってた。いや本当になんかやっぱアイドルの休みと普通にこう働いたり学校行ってる子たちの休み合わないんですね。しかも遊ぼ遊ぼ詐欺やね。そうやね、なんか前日に普通に仕事入ったりするから、もうドタキャンとかもね、そもそも約束しない。やばい、なんか遊ぼう、いつか遊ぼうねは絶対遊ばへんから、うん、そう。でも今度はそう、でもさ友達が多いのももちろんいいよ。でも深い友達が大事よね。午後に午前、え、午後に午後の紅茶飲んでます。午後、お前が2時前からあげた案件じゃないです。15分経ったらしいですね。うるさいな。これでかいな。今日の MVP やったね。れいちゃんのツインの公演まだ劇場で見れてないんですが、そう今日なんか髪型どうしようと思って、で、あのお昼は初めてハーフアップっていうのをやって、ちょっとお気に入りやからまたやろうと思うんですけど、で夜公演どうしようかなってなって、でもやっぱくくりたい、汗がねいっぱいかきますから、くくりたいとなって結果的にこの髪型になりましたということです。じゃあそろそろね終わりましょうかね。いや本当にあの前日の夜までちゃんとしたスケジュールは来ないです。まあ、ほんまにごくたまにあの日付を超えることもあります。皆さんに来てほしいなっていうのと、卒業公演ももちろん最後の、そんなに最後時間ないんですけど、最後のハーフアップ、アイドルの姿を皆さんに見ていただきたいなって思いますので、私たちもそろそろ終わるかに。よろしくお願いします。ありがとうございました。公演3回しか入ったことないけど全部ツインテール。え、それはすっごい確率よ。ミュウありがとうございます。ゆちゃんありがとうございます。ということで順位発表したいと思います。いきます。13位フクポンありがとうございます。12位
とうございます。のぐりかすみちゃん、バルボッサよりはミルオシさん、ありがとうございます。11位ともさん、ありがとうございます。10位坂さん、ありがとうございます。9位柳さん、ありがとうございます。8位バロックさん、ありがとうございます。7位が楓ちゃん、ありがとうございます。6位が秋文さん、ありがとうございます。5位がレイクちゃん、ありがとうございます。4位がミッチーさん、ありがとうございます。3位が伊藤ちゃん、ありがとうございます。2位がタカさん、ありがとうございます。そして1位がケンタ、ありがとうございました。またありがとう、もろこしガチガチ。バイバイ、またね。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。